で、INFJ さんが人間関係で重視していることは、うん、助け合い、協力、うん、互いに責任を果たす、うん、話を聞いてもらう、うん、忠義、定説、親密さ、仲間付き合い、うん、で、軽視していることが、宗教信条が同じ、関心事が同じ、うん、性的な相性、うん、スピリチュアルな絆、うん、育児の方針が同じ、うん、とありますね。で、この INFJ さんへのアドバイスとして、自説にあまり固執せず、うん、人の意見にも耳を傾けようと、うん、真面目に考えすぎず、時には自分を笑い飛ばし、日常生活を楽しもうとありますね、うん、やっぱり一度ネガティブに入ると、うんうん、ループするんですって、うんうん、なぜなんでしょうね。この悪い方向へ考えるんじゃないですか。悪い方向に考える、うん、まあ、なんかネガティブループですよね。でもなんていうんだろう、よく SN で、うん、S はもうこの辺しか見えない、うん、で N はこっちの方って言うじゃないですか、うんうんうん、こっちの方はイメージできるんですよね。こっちの方って未来。未来はエニアグラムの話していいですか。エニアグラムの話をちょっと入れます、はいはい、タイプ6、はい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 、未来を見て不安になるわけじゃないですか。そうですね、そんな感じじゃないですか、まあ、未来は見えないですもんね。わからないし、で悪い予想をすればいくらでもできちゃうわけじゃないですか、まあ自分を低く見積もればどんどん悪くなりますよ。まあ、低く見積もらなくても隕石降ってくるかもしれないじゃないですか。そんな心配するやついます。いや、まあ例え話ですよ。例え話で乗っちゃいました。はい。なるほど。ではこんな INFJ さんが、はい、うん、もしこの二等兵みたいなね、うんうん、まあ、僕はこの16タイプをやると、うん、ESFP になるので、うんうん、ここでは ESFP として、うんうん、ではこの INFJ と ESFP3 つ違う、うん、この相性を ESFP と INFJ の組み合わせ、一つの特質が共通する ESFP と INFJ は調和を大切にし互いの気持ちを優先しますと。 F 同士、うんうん、ESFP は INFJ の言葉遣いが上手なところ、ユニークな表現で気持ちを表すところ、洗練されているところに惹かれますと。また INFJ は ESFP の明るいところ、うん、社交的で冒険好きなところ、現実的で率直なところに惹かれると。また ESFP はもっと現実の日常を楽しみ、重要な細かいことに目を向け、あまり完璧さを求めないよう INFJ 型に助言しますと、うん、一方 INFJ 型は現実的な ESFP 型にもっと新たな解決策を模索し、少しペースを落とし、一度始めたことを最後までやり遂げるよう助言しますと。相手に不満を覚えるポイント、うんうん、ESFP はまず行動ありきで結果については後、うん、だが INFJ は事前によく計画を練っておきたい、うん、ESFP は周囲が散らかっていても平気ですが、うん、INFJ は物はあるべき場所に収まっていてほしいと思っている、うん、また INFJ は計画を変更したがらないので工期を逃してしまうことがありますが、 ESFP 型は計画性に欠けるので、慌てることになりがちですと。また ESFP 型はいろいろな可能性について延々と話していたいのですが、INFJ は一人でじっくり考えたいと思っている、うん、そのため ESFP 型には INFJ の考えていることがわからないし、 INFJ 型が簡単な問題を複雑にしたり、いつまでも修復や手直しを加えているように思えイライラしますと、うん、なるほど、はい、そうなんですよね。やってみないとわかんないじゃないですか、はいはい、っていうところと、うん、橋を叩いて渡る感じのところなんですかね、はいうん、
INFJ さんと良好な関係を築くには、特徴を事細かに話すのではなく、全体的な総括をしよう。 INFJ 型に一人でじっくり考える時間を持ってもらおう。何の警告もなく突然計画を変更しない。するといったことはする。約束や時間は守る、と書いてありますね。不公平だと思ってるんですかね。不公平、私がちゃんとやってるのに、なんで周りの人たちはやらないのって思ってるのに、なんかその調和を保つために言えないみたいな、イライラが募り、で私だけが損しているっていうところから、まあ全部じゃないですか。思い通りに進まないも含めて、私も私ばっかり我慢してるも含めて、それが2つですね。多分だから理想主義なわけじゃないですか、はい、理想と反してるところは全部不満を感じるんじゃないですかっていう。で心の中のどっかで、私はちゃんとしてるのに、こういうやつがねヘラヘラって言って、ヘラヘラってやって、シューっていくみたいなのを目の当たりにしたりとか、っていうのはイライラしますよね。だからまあ全部じゃないですかっていう心中お察しします、でもこのネガティブループは、起こりますよね。どう出します？じゃあ M8 総裁が語る INFJ がネガティブループから脱出する方法、さあ何も考えてませんね。今を生きろじゃないですか。今を生きろ、はい、堀江門みたいなこと言いますね。堀江門が言ってる今を生きろじゃないですかって。要は INFJ さんは理想を持ち、未来に目を向け、理想を持ち、自分を見つめて決める人ですね、でこのさっきの話でいくと、なんかまあいらん不安を抱えるみたいな話じゃないですか、ネガティブループ。でも僕もどっちかっていうと、ネガティブループ派なんですよ、こんな似てるんじゃないですかネガティブループは分かるんですけど、どこかでストッパーがかかるんですね、これはその心谷陣之助さんの本を読み漁ってる時も感じましたし、太宰治も読んでる時も、いつまでこんなことやっとんねん、ドーンっていうのが出てくるんですよ、でもこれが出てこない場合は辛いだろうなと思うんですね、で僕はこれが出てこない人なのかなと思ったんですよ。どんどん沈む人、俺はダメなんだみたいな小説を読んで、そうだよね、そうだよね、俺もそうだよね、分かるよ分かるよ分かるよ、で現実社会に目を向けると、現実社会もそんないいことはないじゃないですか。何かをやろうっていかないと、ことは大きいんじゃないですか、僕にはあんまりこうピントは来ないですけどね僕の言ってるこのストーリーは映像化できないですか？映像化、言ってる意味は分かりますよ、けど共感はできないというか、共感はこういう心の揺れ動きの共感ができない。太宰を見て、見てないですけど、僕もだって落ち込んだりはしない。いや落ち込むというか、僕もそうだよね、分かるよ分かるよっていう、分かるよっていうのはない感じです。でそのまま沈んでいかずに、ストッパーがかかるんですよ、アホかと。これは多分、教育で男の子って、上を向けって言われるじゃないですか。昭和の男の子たちは、いつまでも泣いとんじゃねえみたいな、男は強くあるべきみたいな、な悪しきところなのかもしれませんが、今で言うところのね。でその辺が、僕あまり共感しないって話ですよ。こういう僕のこの揺れ動き、全て共感しないって今おっしゃったわけですね、その INFJ 的な、はい、的なさっきのようなこう本を読んで落ち込むみたいなのは全然考えられない。本を読んで落ち込んだことはない。暗い、なんて言うんでしょう、殴られてとかですよ。それは金がなくて落ち込むなあ、はい、なんでどう落ち込んでいくんですかね。だからそこでこう、なんか余計なことを考えるわけじゃないですか。ど
あのね、僕はこの INFJ さんに聞きたい、まあいないんですけどね、聞きたいのは、はいはい、何だろう、どっちが先なんですかね。どっちが先っていうのは、うん、要は私頑張ってるのに、うん、周りがずるいみたいなのと、ずるいって思ってるんですかね、ですよね。あ、まあそれもないかもしれないですね、うんうん、ないかもしれないけど、なんか報われないかもしれない。そう、しっかり私やってるのに、うん、っていう思いと、社会での出来事が思い通りにならない、うんうん、あ、でもこれ俺もあるな、2つとも。あ、でも僕ね、どっちかっていうと、うん、こっちはないんですよ。こっちは俺頑張ってるのに、頑張ってるのには、うん、私はちゃんとやってるは、うんうん、そんなに持ってないです。僕はないです、はい、ちゃんとやってないんで。そう、僕もどっちかというとこっちは持ってないんですね。ちゃんとやれてないなっていうのがあります。そう、僕もちゃんとできてないなはあります。はい、がうまくいかないなもあるんです、うん、それってちゃんとやってないからですよ、僕の中では。っていう風になるので、僕もだよね、しゃあないしゃあないだよね、はい、でも僕の中では、うん、それが人間じゃんって、うん、っていう逃げ道があるんですよ。はい、それが人間じゃんとか、うんうん、君の範囲はそんな程度だよ、よく明石家さんまが言うんですよ、はい、あの落ち込むやつは、うん、自分のことを買いかぶりすぎだと、うん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 、自分の能力を高く見積もってるから落ち込むんだと、はい、うん、っていうのも、ああじゃないですか、うんうん、ってなるので、あまりこの、うん、自分の能力面でやってるのには全くないんですね、うんうん、やってないのにがありますもんね。ただ僕の中ではどっちかというと、でも俺って素敵な人だからどこかで認められるんだよねっていう楽観的なところもあるんですよ。はい、どこかで見つけられるはずって、はい、誰かが発見してくれるはずって、うん、いいねって来るはずと思ってるんですけど、はい、ただうまくいかないながあるので落ち込むんですよ、うんうん、うまくいかないから、僕の落ち込みはうまくいってないから将来が不安だなぁなんですよ、うんうんうん、生きていけるかなって、うんうん、これは体調わかる、あまりわからない、これも、まあ僕もなんとかなるですよ。あ、こっち側もなんとかなるんですね、はいはい、なるほど、うん、なんでこの INFJ さんはもしかしたらこの苦しみが2馬力なのかなと、うん、ダブルインカム苦しみのダブルインカムをしているのかなって、はい、でも多くの人が多分どっちかなのかなって。あ、そ、これやめよう、まあ、程度の問題じゃないですか。程度の問題、まあ、多分あるとは思うんですよ、お互い。あ、みんなね、みんな、はい、これが軽いか重いか、あ、うん、重いかもしれない、うん、でそれがループしやすいかどうかですよね。これが落ち込むことによってこっちも引っ張っていくみたいな、あー、ループじゃないですか、ループして落ちていくみたいな。よくあの岡田斗司夫さんが言われる、うんうん、悩みのジャグリングってやつですね、はい、ずっと持ったままぐるぐる回して、うんうん、それがぐる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 ずっと、うんうんうん、いや、細かく分類しなさいみたいなのをよく岡田さんが言う、はい、うんうん、あ、おそらくここなんでしょうね、うん、解決策としては、まあ、うん、だから具体的にじゃないですか。エニアグラムの話みたいですね確かに、うん、悩みを具体的に、うん、カツ丼理論が聞きにくいタイプじゃないかなと。あ、はい、カツ丼理論、おいしんぼ五感第11話だったかな、はい、知らないですけど、はい、幸せと思えないって話ですかね。とんかつ食べれば幸せじゃんって、婚活、とんかつをいつでも食べれる状態に人がいるっていうのは、うん、誰からも、うん、あの恨まれずというか、うんうん、その程度あればもう幸せだよって話ですよね、っていう話です、うん、はい、でその程度じゃ我慢できないって話ですかね。あ、理想主義だとするともっともっといい状態があるはず、こんなんではとても満足できない。今すごいとんかつをバカにされたみたいでっていう感じなんじゃないですか。なるほど、うん、